ちゃん。こんにちは。はい。はい、豊さん。はい。今日も来ました。3年生を振り返るの時間です。本当だね、はい。3年生を振り返る。明暗を分けたエースたち。ね。まあ、久しぶりに勝ったエースとかね。やっぱなかなか勝てなかったけども、やっと勝ったとかね。まあ、そういう人もいるし。で、やっと覚醒ということで。はい。本物かみたいな。あの人かなみたいなね。ね。ことですかね。まあ、大体わかると思うけど。うん。ね。はい。今日も看板やちいちゃんということで。はい。ありがとうございます。はい。はい、それでは。はい。まずセリーグからですね。はい。はい。ね、こないました。はい。これは阪神が3連勝。はい。阪神が3連勝と、広島2勝1敗。はい。ヤクルト2勝1敗です。はい。はい、ね。まずは、阪神 DeNA から。ね。首位攻防戦。うん。ね。この時点ではやる前は DeNA がリードしてたというね、うん、ね、まあ、初戦ね、初戦というか阪神の、投手陣、はい、青柳、大竹、うん、西純也、はい、ね、DeNA は今永、うん、ラゼルマン、うん、平という、はい、ね、で、まあ、初戦、うん、6対3で阪神の勝ち、はい、もうもちろん勝ってるよね。これがエース同士の対決というところですか。まあ、そうですね、はい、はい、で2回の攻防に一つの山があって、はい、DeNA ノーアウトランナー1塁から、うん、林がね三塁線をこう破るんだよね。で一塁走者戸柱が三塁を欲張り、うん、ノイジーの好返球でアウトにされると、はい、まあ、次はまあ、ピッチャーだったりとかして送りバントして、まあ、サロに回るとか、うん、まあ、そういうことも考えられたんだけども、まあ、そういう攻撃がまあ不意になったというね、うん、その裏、木浪に対して申告敬遠まだ2回なんだけどもさ、そうですかね、うん、あの塁を詰めた。でもこの木浪がやっぱここまで5割ぐらい打ってるんだよね、5月に入って、うん、だからやっぱこう左対左、まあ、今永エースっていうことを考えると木浪と勝負してもいいかなとは思ったんだけど、うん、やっぱエース同士の投げ合いだからやっぱ先に失点したくないというかさ、うん、まあ、そういうのもあったし1点取ってただけにね、うん、まあ、申告敬遠したのかなっていうような、まあ、そんな感じも受けたけど、はい、まあ、青柳が2塁打三塁線を強烈に破って、そうでしたね、うん、ただその青柳打って勝ったんだけどもさ、うん、やっぱこう青柳が勝てたっていうのがね、うん、やっぱり一番大きかったね、うん、で岡田監督もやっぱこう青柳をもう変えるかなもう変えるかなっていうところをずっと引っ張っていって、うん、で結構投げさせたしね、はい、で青柳がやっぱ一つのテーマだった左バッターに対してのインサイド、うん、これがやっぱ後半になって投げれるようになってきたんだよね、うん、だから青柳もそろそろちょっと状態悪かったけども復活してくるかなっていうような、うん、そういう投球を見せてくれた1戦目だったね。ね、8回の途中まで投げたんですかね。そうそうそう、120球。そう、はい、でね、逆に今永、うん、ヒット7本しか打たれてないんだけど、はい、まあ失点をする、うん、その6本中あ7本中6本が左バッターに打たれてるんだよ。で、あとの1本というのはさっき言ったように青柳が1本っていうのね、うんうん、だから左対左を抑えられないというところに今永の苦しさがあるのかなっていう一戦だったね。はい、はい、で2戦目、はい、で大竹ガゼルマン7対2、阪神、うん、でフォアボールをガゼルマンが下位打線に与えるんだよね、うんうん、で上位打線に回ってきて近本タイムリー佐藤タイムリーとかまたその中に守備のエラーも出たりだとかしてね、うん、まあ、一気に4点取られる、はい、でこの中でやっぱノイジーが少しバッティングの状態っていうのが悪かったんだけども、まあ、タイムリーが出たりだとか、まあ、そういうことをしてね、ちょっと打線が活気づくようなきっかけを与えたという、うん、この 1,2 戦だった、はい、でガゼルマンね、3回3分の2で 5四球は痛い。そうですね、やっぱフォアボールとかは一つのやっぱミスだと思うんだけども、うん、でこういうことでランナーを貯めてタイムリーを打たれるっていうのは、うん、やっぱこう致命的になってくるよね、デッドボールも一つありましたね。まあそうだね、うん、で大竹が5連勝ということで、うん、ね、勝ったという、はい、ね、大竹やっぱすごいね、うん、やっぱ緩急をうまく使うね、うん、
だからその大きなカーブとか、うん、そんなよりもこう奥行きを使うというさ、あのそういう、こう緩急の使い方がうまいなって思うよね、うん、で3戦目、はい、15対7阪神、うん、DeNA16 本、うん、阪神21安打、うん、ね、その中で佐藤の2本のホームラン、スリーランに次ぐ4回には満塁ホームラン、うん、ね、まあ、素晴らしいホームランだったわ。で満塁、フォアボールの後の満塁、その後の初球をものの見事に捉えた、うん、やっぱ良くなって上がってきたなと思ってね。だからこれを見るとやっぱこう佐藤が7打点、うん、それでそれに火をついた各打者もうこれも釣られちゃって、もう21安打打つというね、もう素晴らしいよね。まあ DeNA も16本打ってるんですけど、そうなんだよ。で、うん、宮崎がね、日本のホームランとか牧もホームラン打つけども、うん、もう全然追いついていかないという。で DeNA が首位を明け渡すというね、うん、阪神が逆転をするという、まあ、順位がここで変わるというね、はい、まあ、その中で西純也が、うん、まあ、勝ったということ、まあ、すごく西勇輝、西純也っていうのが、うん、この2人、青柳とね、うん、含めてちょっと勝てなかったんだけども、うん、この3連戦で青柳が勝ち、西純也が勝ち、これはやっぱ阪神にとってやっぱバッティングも良くなり、ね、勝てなかった投手も勝てたということは、この3連戦もものすごく収穫があったね。しかも首位を取り返すというか、まあ、取り返すというか首位相手に、ね、相手に、うん、はい、3連勝をしたというのはすごく大きい3連戦になったなっていうふうに思うよね。うはい、はいはい、続きましてジャイアンツとカープ、うん、ね、巨人、横川、グリフィン、赤星、はい、で広島の方は大瀬良、森下、アンダーソン、うん、ね、で、まあ、広島が勝ち越すわけだけども、まあもつれたね、これ1点リードの体勢、9回に繋いだんだけど、これは守れないという。で、やっぱ代打、松山に同点タイムリーとかね、打たれて、まあ、もつれにもつれていくんだけども、はい、ここで思ったのは、大勢に買いまたぎはできんのかなとか思ったんだよね。確かに同点にはされてるけど、大勢以上のピッチャーがブルペンにもういないっていうことを考えるとさ、はい、1回ぐらいまたいでも、またいで欲しかったなと思うんだよね。これはこう率直にこうできないもんですか？いや、できるんだけど、うん、やっぱこう長いシーズンを考えた時に、まあ、疲れだとか、まあ、昨年も1回またいで負け投手にはなってんだよね。でもそういうことをちょっと経験させた方がいいのかなっていう節もあるんだけどもさ、まあ、なかなかやっぱりね、疲労だとかいろんなことを考えたらできない。で10回ロペスが出てきて満塁の場面でね、はい、満塁ホームランを菊池に浴びるという、うん、だから、まあ、松山の存在感とかさ、うん、まあ、大瀬良も7回100球5安打、うん、まあ、2失点で、丸に 2-1 で勝ってたんだけども、丸にノーアウトランナーセカンドで投げちゃいけない、引っ張らしちゃいけないボール、スライダーを真ん中に投じて丸に打たれたというね、うんうんうん、まあ、この失投だけはもったいなかったなと思うね。大瀬良勝てたんじゃないかなと思うね、その1球がなかったら、うん、まあ、巨人が広島が9対4で勝つんだけど、はい、まあ、その試合で丸が2本のホームラン、うん、まあ、これが巨人にとっては救いかなっていう、うん、丸も上がってきたなっていうような感じもするしね、まあ、覚醒してきたかなっていうふうには思う、はい。2試合目グリフィン対森下、5対4で、巨人、はい、大勢がまた1点守れないんだよ、うん、で松山が内野ゴロを打った間にサードランナーがホームを踏むというね、うん、あ、まあ広島の粘りも素晴らしいけど、うん、巨人も広島も後半の投手、うん、やっぱこう回を追うごとに投手陣がなんかちょっと厳しくなってくるね、うん、大勢投手ね、2試合続けてこうね、まあそうだなっていうのがどうですかね、まあ、ここできっちりね、うん、1点差を守って勝てればちょっと乗っていけたと思うんだけど、うん、だからちょっとこうなんていうの、8回にやられるとか、うん、今度は9回にやられるとか、そうなってくると、うん、どん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 周りのプレッシャーも大きくなってくるからね、うん、ただこの試合延長でね、巨人がリードされるも、はい、また逆転するんだよね。秋広が、まあ、同点のタイムリー4本目を打つとかね、うん、ブリンソンが、まあ、サヨナラを打つとか、したんだけどもね、はい、ただ
いい勝ち方かっていうとやっぱそうではない、うん、ただこの試合で光ったのは門脇の守備、はい、3度にわたるもう大ファインプレーがあったよ。これはやっぱりね、グリフィン投げててプレーを見て興奮してたけど、うん、俺も見て興奮した。いやそのぐらいいいプレーだった。久しぶりにあんなキレッキレの守備を見たね。まあ巨人が勝ったというね、はい、で3戦目、赤星とアンダーソン7対2で広島、まあ、アンダーソンの好投が光るんだ。7回を1安打、うん、でね、高めのストレートがねものすごくいいんだ。でね、ボールかストライクかのところに来るから、手を出さなかったらストライクだし、手を出したらボールとか、そういうちょっとね際どいところに投げられて、捉えきれなかったね、うん、で赤星も好投するんだけどもさ、はい、まあ申告敬遠をして満塁にするんだよね、秋山を逃げて。で決定的なのは、ま、マクブルームに満塁ホームランを打たれるという、うん、その後ね申告敬遠の後に。でもその配球が全部外に偏ったんだよ。で赤星ってやっぱシュートピッチャーなんだよね。でシュートが素晴らしいんだよ、うん、でも前日のことを考えるとやっぱこうバッターに当てて押し出しの あのデッドボールだとか、そういうのも大城の中でよぎってたんだと思うんだよね、うん、だから外の低め外の低め丁寧に生かしてて、最後に少し甘いチェンジアップを持っていかれたんだけどもさ、うん、外国人って手が伸びるところって、うん、やっぱねバットが届くし、ホームランになりやすいんだよね、うん、やっぱシュートっていうのは手が縮むからホームランにならない。だから一球見せとくと全然変わったんだけどさ、うん、なんかすごいもったいなかったね、うん、でそれに比べて坂倉がリードしたんだけども、アンダーソンもねやっぱ高めに抜けてストレートのフォアボールを出したんだ丸に、うん、その後にやっぱまっすぐがまだ浮くんで6球連続ぐらいボールになったの、うん、その後全部変化球に変えたの。そしたら変化球は低めに丁寧に配球されてて、そのなんかすごく坂倉の切り替えっていうのが、うんうん、やっぱ巨人は戸惑ったかもわかんないね。なるほど、うん、まあ、そういう3連戦でした。はい、はい、で続いてヤクルト中日、うん、ね、高梨、ピーターズ、小川で、中日の方は小笠原、中地、高橋宏斗と、ね、中地投手ね、はい、はい、で1試合目、7対1で中日、はい、ヤクルトらしさが全くないんだよ。プレーボールからね、なんかエラーのオンパレードみたいなさ、うん、どうしちゃったのっていうふうに思ったら、やっぱ中村悠平をはじめ、うん、星とか、うん、石山とかやっぱ投手陣が全然、まあ、コロナっていうか体調不良でいないし、うんうん、コーチ陣も体調不良でいなかったりするんだよね、うん、ああ大変な時にゲームやってんだなと思いながらも、まあ、中日は初回ノーアウトランナー二塁、うん、大島が出てね、岡林が引っ張れっていうサインだったと思うんだけど、はい、見事に引っ張ってホームランするんだよ、うん、これがプロ入り初ホームランになるんだけどもさ、ね、まあヤクルトのミスもありながらこのホームランっていうのはものすごく効いたよね、うん、まあ、それで小笠原がまあ要所要所ビシビシ抑えていきながら、まあ、7対1で勝つというね、はい、はい、岡林のホームラン見事だったよ、本当に難しいボールだったけどもね、本人もちょっとねびっくりじゃないですかね、そうだね、そういう感じでしたよね、まあ、そうだね、うん、でもまあなんか感触的には残ったと思うし、うん、だから力じゃないなっていうのが分かったと思うよね、うん、はい、で2試合目ピーターズと中地、はい、中地はねドラフト1位で今年のね沖縄からね、はい、で2回にもう代打送られるんだよね、うん、村上にホームラン打たれたんだけどもさ、はい、そしたら脇腹つったというね情報で降板したんだけどもさ、ちょっと早すぎやせんかみたいなさ、まあ、そんな感じがするんだけども、うん、まあ、この試合村上がね、ツーラン2本で、うん、まあ、4点を取るというね、もう2本とも完璧、うん、もう服から打ったのなんかどこまで飛んでいくんかなって思うぐらいの勢いで飛んでいったけどもさ、はい、ピーターズが勝ったのが大きいね。このピッチャーはやっぱ勝てるピッチャーだよ、うん、ピーターズやっぱ制球もいいし、やっぱこうチェンジアップとかね、そういう他の変化球もいいしね、うん、
ちょっと勝ち星に恵まれてもなかったけども、はい、やっと勝てたということで、うん、まあきっかけをつかむかなっていうふうに思うね、うん、はい、で中日はねチャンスはある、うん、ワンアウト1・3塁とか、まあ、その時にまあ三振だとかね、まあ、そういうことも目立つし守備は三失策ということで、うん、ちょっとねやっぱりこう失策の仕方も難しくはないんだよね。あ、そのプレー自体が。プレーが、うん、だからなんかこうちょっと仕上げるんだよね。だからまあここら辺の失策をなくさないとやっぱ勝てないなっていうふうに思うよね。で3戦目、はい、小川と高橋宏と8対5で小川、うん、ヤクルトね、うん、両投手ともねこの天候が悪かったんだ、雨が降っててね。そうですね、うん、雨なんか試合どうなるんだろうっていうような ね、 そうだね、うん、だけどね、まあ、両投手ともすごく集中力を持ってね丁寧に投げてたよ、うん、で高橋宏斗も失点するまではすごく良かったんだけどもさ、はい、失点の仕方がやっぱデッドボールから満塁にし押し出しというね、うん、で山田に犠牲フライを打たれるというその 2点を取られるんだけどもさ、はい、ただヤクルトのバッターたちは、うん、やっぱね何とかしようと思って高橋宏斗に対してバットをすごく短く持って臨んだりとかするバッターもたくさんいたんだよね。だからその中日とこう見ていてなんかちょっと執念の違いというかそういうのも少し感じたかなっていうような感じがするよね。で村松の、はい、プロ入り初ホームランが満塁ホームランで、はい、そうでしたね、まあ、あの2点差に追い上げるんだけどもさ、うん、だけどその高橋宏斗が降りてから中継ぎ陣がずっと失点していくんだよね、うん、でその中に4失策今日絡んでんだよ、うん、やっぱねそれじゃね勝てないよ。これはコンディション雨でっていうようなことを考慮してもちょっと厳しい、うん、まあ確かにね慣れてないかもわからないよ、うん、濡れた人工芝っていうのは、うん、やっぱドーム球場が本拠地だから、ね、そうですよね、うん、だから慣れてないにしても、うん、やっぱりねプロだからやっぱそのさばけない球は俺は一つもなかったと思う、うんうん、やっぱ技術的なミスだから練習せないからね、うん、でこの試合で小川が開幕以来の勝ち星を拾ったという、うん、まあこの前ねDeNA 戦に4本かなホームラン打たれてあの時もね何でしたっけね風ですね風だったねでコンディションが悪い時に投げてるんだけど今日はね、でもね、しっかり調整してきて、うん、大原しい投球が満塁ホームラン打たれるまでは見れたね、うん、だから、やっぱさすがに精神的には強いピッチャーだなって思ったね、うん、はい、ということで、うん、まあ、セ・リーグはそういう3連戦だったんだけども、はい、丸々でもったいない負け、うん、もう分かるよね、話をしてたらそうですねもうミスだよミス、もう自滅ということですかね、うんもう自滅で、うん、まあ自滅はそれミスでもったいないプレーが続く、うん、そこから失点をするゲームがもつれるとかだからすごくね使わなくていい選手まで出てくるんだよ、うん、結局なるほどだからここでピシッと言っとけばさピッチャー休ませられたりとかさそういうこともチームの負担になってくるからね、うん、やっぱこうミスとかそういうものはもったいないね、うん、自滅だよこれは、ね、自滅してるチームが多いからもう一回こう明日休みだし、うん、締めてね自分の気持ちっていうかこう考え方をしっかり整えて、うん、まあ次の3連戦に臨んでほしいなってこ う、 うまくリセットっていうことですか ね、 はい、はい、というセ・リーグでした。はい、続いてはいパ・リーグですが、はい、これはね、模様じゃないですよ、面白いよね、ちょっとね、全部1が並んでますけれども、何をやってたんだっていう話だよ ね、 ね、どこもこう勝ち越せはなかったんですね。そうだね、オリックスとソフトバンクは1勝1敗1分け、はい、西武と楽天も同じ1勝1敗1分け、はい、で日本ハムとロッテは1勝1敗ということで、まあ、ここはね最初から2試合だからね、うんうんうん、はい、ということで、はい、オリックスとソフトバンクね、うん、オリックス山崎幸也、山本、うん、山下俊平太、はい、ソフトバンク石川、東浜、ガンケル、うん、まあガンケルが移籍後初めてね3戦目に投げるということで、うんうん、はい、で1戦目
まあ、柳田が絶好調だわ、うんね、4打数3安打2打点、ね、しかし1、2番がね出塁しないんだよ、うん、でこの時シュートとかを使ったんだけど全く出塁ができずに、まあ、柳田がね、他のランナーを返してくれるから、うん、まあ点にはなったけどもね、ちょっと勝ったとはいえ初戦、うん、4対3でね、うん、勝ったとはいえ、非常にちょっと考えさせられるというか打順にね、まあ、そういう結果になったんだよね、うん、でオリックスはね4対0から1点差に攻めるんだよ、はい、で主力がねいない中負けても強く感じるね、負けてもなんかね一体感を感じるというか、なんか迫ってくる勢いがあるというかね、まあ、そんな感じがした。うん、で2戦目は山本と東山、はい、8対3でオリックス、うん、まあ、山本が6回5安打8三振3失点、まあ、勝ち投手にはなったけど山本は不安が残るだろうね。うん、で東山や加山がね、あのソフトバンクの方は打たれて粘れなかったという、うん、この試合ではそのオリックスの下位打線である紅林、義母、こっから上位に回って茶野、野口、頓宮、うん、打線がめちゃくちゃつながるんだよね、うん、だからこの試合で T 岡田も、うん、帰ってきてヒット打つんだけども、うん、非常にあのまとまったね、なんかこうみんな大きいのを狙わずになんか本当につなごうという気持ちが現れてる打線だなっていうのを感じてね、うん、非常にあの主力は本当にいないのかなって、本当粘っこくなってるから、うん、昔のオリックスって本当淡白だったからさ、それ考えるとすごく頼もしいというか、うん、やっぱ日本一になったとか優勝2年連続してるとか、やっぱ経験値っていうのは高いチームだなっていうふうには感じさせてくれたよね。で3戦目、はい、3対3の引き分けで、もうこの試合はもう総力戦ね、結局ね、延長12回までそう、うん、で山下とね若槻がね初めてバッテリー組むんだよ、はい、でねそれまでは森と組んでたんだけども、うん、若槻がね少しまっすぐにこだわったかなっていうような感じがするんだよね、うん、で森の時っていうのは非常に効果的にカーブフォークを結構多く混ぜながらまっすぐをより速く見せてたんだよ。で打たれた球種にしたら山下はまっすぐが結構ほとんどなんだよね、うん、でやっぱこう速いピッチャーは速いボールを狙うよね、バッターは。だからそこら辺の呼吸さえ合えば、3失点しなかったかなというね、うん、まあ、そんな感じはしたんだけどもね、はい、うん、まあこの試合小田がホームラン打つとか、うん、周東がホームラン打つとか、山下俊平だからね、うん、びっくりしたけどもでも、まあ、オリックスのやっぱり一体感と、ね、ソフトバンクに対して主力がいない中本当に頑張った3連戦だと思うよ、ね、うん、もうもつれにもつれましたね。いや、もつれにもつれた、うんうん、だから、まあ、ソフトバンクの方は、うん、この試合2試合目からか2戦目から中村をやっぱり一番に戻したんだよね、うん、そしたらやっぱこうなんていうの、出塁もしてくれるしさ、まあ、山本と山下俊平だからさ、うん、なかなかこう返すっつってもなかなか難しいかもわからないけども、やっぱ出塁ということに関したらやっぱ中村とかそういうバッターを一番にした方がいいね、うん、なるほど、うん、その方がやっぱ相手も嫌だろうし、うん、だからこうソフトバンクの方はやっぱ柳田、まあ、近藤とかね栗原だとかこう返すバッターはいるから、うん、やっぱりいかに 1,2 番を出すかだよね、うん、そうなってくるとやっぱソフトバンクの方は乗ってくるかなっていうような感じはする、うん、でオリックスの方はやっぱ一体感がいい、すごいやっぱ見ていてね、ワクワクする一体感がある、うん、あ、だからこの3連戦見てるのもすごくね面白い試合だった。まあ、オリックスはじゃあこう今、ね、離脱してる主力のメンバーがいないのをこう、うん、逆手にというか裏にとって、まあね、いい効果に、まあそうだね、つなげてるんですかね。そうだね、だからまあ一体感じゃないと勝てないぞみたいな、うん、まあ一つの輪みたいなのができてるよね、うんうん、ということで次ライオンズ対、楽天、はい、ね、西武の方は松本、うん、高橋コーナー、隅田、うん、ね、楽天は田中、藤平、滝中、はい、ね、
まあ、1戦目4対4の引き分け、うん、ね、浅村のホームラン、愛斗のツーラン、中村のツーラン、住谷のタイムリー、これ聞いたことあるでしょ。何を今言ったのは、うん、全部西武に関係してる選手たちなんで、まあ、浅村とか住谷とか元西武、うん、そうです ね、これ西武の選手だけでやってんじゃないかっていうような1戦目だったんだよなんだよとか思いながら、うん、ね、あのまあ、4時間をね超えるゲームだったけど引き分けたというね、はい、でこの試合でやっぱこうすごいなと思ったのは、うん、おかわりくんね、中村 ね、あの3月4月の月間 MVP を取ってるけどもさ、うん、マー君から中村が通算9本目のホームラン、うん、率にしたら3割1分2厘と、まあマー君をカモにしてるっちゃカモにしてるんだよね、うん、やっぱ相性っていうのあるんですね、うん、あるね、うん、であの高めのねストレートをやっぱ持っていかれたけども、うん、やっぱマー君もどうなんだろうね、おかわり君には苦手意識はあるのかなっていうね、うん、まあ、そんな感じもするし、うんうん、だからまあ4対4で引き分けということでね、はい、勝ち星つかず、うん、で2戦目高橋光成と藤井平、うん、ね、楽天に2点リードも4回西満塁から鈴木翔平、うん、走者一掃のタイムリーという ね、うん、5回にも外崎、牧野などで、うん、まあ、3点を加える、ね、7回に失点の高橋光成が4勝目、うんうん、やっぱ高橋光成ね、ちょっと心配したんだよ、この前ね活動者の権利を持って降りたんだけど、それを消されたんだよね、うん、でどういうピッチングになるかなと思ったら、やっぱ高橋光成ってエースらしいね、うん、まあ、2失点先にしたんだけどもさ、粘り強く投げるし、うん、まあ、状態的にはそんなには良くなかったと思うんだけども、やっぱこう意地というかね、まあ、そういうものがあるのかなっていう感じがした、うん、はい、うん、だからまあ打線もつながりね、うん、7対4ということで、ね、勝ちました。はい、はい、3戦目、うん、隅田と滝中、5対0で楽天。もう滝中がノーヒットノーランやるんじゃないかと思ってたよね。西武1安打ですからね。そう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 、まあ1安打ね許してもう降板するんだけどもさ、うん、いやこれ本当にねやられると思ったよ、ノーヒットノーランの やられると思った、うん、もう完璧にもう西武打線抑えてたしね、うんうん、まあフランコとか安田のホームランで、まあ、5対0にはなる。まあ、だけどピッチングは丁寧だったね、うん、で前回 の日本ハム戦かな、はい、まあ、その時も良かったんだよね。でなんていうの、変化球を、うん、遅い変化球をうまく使い出したっていうかさ、うんうん、変化球の使いどころだとかそういうのがやっぱうまくなってきたね。でこれはやっぱ住谷の助言があるっていう話なんだけどもさ、はい、やっぱりベテラン捕手っていうのはやっぱりよく見てるね。うん、でこういうふうに組み立てたらいいんじゃないかとか、うん、まあ、そういうアドバイスがちょうどハマったね、多分ね滝中には。うん、だからすごく覚醒したような感じがするもん。だからマウンド上でもなんか余裕すら感じるしね、はい、うん、だからもう自信も相当なものがあるんじゃないかなっていうような、うん、まあそんな感じがするんだよね。はい、はい、ということで、ね、またあの隅田投手はねなかなか、うん、ねえ、隅田の時ね、うん、確かにね援護点もないことは確かだよ。そうなんですよね、うん、相手ピッチャーもね高騰するんだよ。そうなんですよね、そのだから巡り合わせもありますよ ね、 なんかそういうことが昨シーズンから結構続いてる、多い気がしますね、うん、まあ、それも自分の責任でもあるのかもわからないけどもね、うん、あの先に点を やってしまうとかさ、うん、そういうこともあるんだけども、まあまた負のスパイダルに入っていかないように。そうですよ ね、もうこれを機にて、これを最後に、そう、次は切らないと ね、はい、またズル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 いって結構なプレッシャーになってくるからね、うん、そういうことが ね、はい、頑張ってほしいと思います。はい、はい、最後、日本ハム対ロッテ、はい、加藤とメレズ、うん、ロッテは森とメルセデス、はい、まあ森は初勝利かな、うん、日本ハム戦にエスコンフィールドで上げて、はい、まあ、相性のいい球場だし相性のいいチームということで立ち向かったんだけども、うん、加藤が9回102球4安打無四球完封、うん、もう素晴らしいよ、ね、これはもう加藤投手の
出来が良すぎたというところですかね。そうだね、やっぱりね、うん、コントロールがいいっていうのは安心感だな。ベンチで見てても新庄監督はやっぱ加藤に対してはすごい信頼感があると思うよ。やっぱ逃げないというところがいいよね、ストライクで勝負しに行くというのがね。で3回に福田、上川畑のタイムリー、江越、はい、のスリーランで一挙5点という、ね。まあ、ロッテは元気がなかったんだけど、この中で江越、はい、ね、たまには打ちますって言ってるけどもね、うん、だけど2試合連続ホームランなんだよね、うん、でもう絶好調というかさ、はい、もう素晴らしい、やっぱパワー持ってるし、うん、スピードあるし守備はうまいし、なんかこう本当に水を得た魚のように、うん、日本ハムではやってるよね。やっぱ新庄監督はそこら辺使い方がうまいなっていう風に、うん、まあ、感じた、はい、試合だった。まあこれはもう加藤が素晴らしかったから、うん、やっぱロッテも元気なく見えたよね、うんうん、これは仕方ない、はい、でメネズ対メルセデス5対2でロッテ、メルセデスが勝ち、うん、まあ移籍後初勝利ということ、はい、まあこの日は逆にロッテが3回藤原のタイムリー、中村の犠牲フライとか一気に3点を取る逆転という、うん、2点先制してたんだけどね。で田村のスクイズとか、ね、この試合5盗塁をしてもうひっちゃかめっちゃかにしたというね、うん、だから非常にこう足を使った攻撃も見事だったし、まあ、大技小技でね、日本ハムを沈めたけども、うん、この試合にね、マルティネスとメネズが組むかなと思ったらちょっと違ったんだよね、はい、キャッチャーがねでこの日左ピッチャーだけに江越が出てくるかなと思ったら江越が出てないの最初。ああ、そうですね、スタートじゃないのよ、うん、これなんでなんかなってね、ちょっと不思議に思うこともありながら、うん、まあこれはチーム預かってないからわからないけど、はい、何か江越のアクシデントがあったのか、うん、どうなのかっていうのがね、なんでこれだけ調子がいい選手を使わないのかなとかね、うん、まあ、ちょっと不思議に思う節はあったね。なんかあったんですかね、うん、でこの試合、まあ、この2連戦というか、うん、これは新庄監督のユニフォームデザインの、ね、ヒーローをイメージしたっていう斬新な派手やな赤と黒の、いやちょっとびっくりしたけどさ、襟もね、そう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 、しっかりこう野球をやってる姿に一瞬見えない感じの、そうだ ね、あれなんかバッターボックスに立っててさ、あんなねなんかなんか色を使われるとなんか打ちにくいような感じもするけどね、どうなんやろな、どうですかね、気になるもんですかそういうの。いや俺はどうなんやろう気になるんじゃないか、最初は気になるような感じはするけどね。プレーには支障はないんですかね。プレーにはなんか襟がどうですか、まあちょっと襟が気になる人は俺なんか首が短いからさ襟が気になるかもわからないけども、うん、まあそれでもね、まあいいプレーもあったしね、だからまあちょっと派手やったなと思って ね斬新やなと思って、すごい本当に、はいはい。で好投手の攻略の鍵は○○なんですか、わ、うん、かりますか。好投手攻略の鍵、はい、何でしょう ね各地で見られたんだけど、うん、まあ今日特にね、うん、まあロッテが足技を使った、やっぱ走塁とか盗塁とかね、絡めないとやっぱりいい投手は攻略できないというね。なるほど、うん、だからそういう意味では今後やっぱパリーグの方は好投手も多いし、うん、パワー系のピッチャーも多いから、まあ足というのがね一つのポイント、キーポイントになってくるかなっていうふうに思うよ。こう少ないチャンスを生かすために足を絡めるとか、うん、まあ、チャンスを広げるためにね、うん、だからできるだけ、まあ例えば足の速い選手がフォアボールを取った、うん、一塁に出る、もう怖がらないで走らせて、うん、ノーアウト二塁から、うん、一歩のヒットで一歩のスク一つのスクイズでとか、うん、まあ、そういうのでやっぱ取っていく機会、まあ、そういう作戦が増えるかなっていうね、うん、思うよ。なるほど、はい、はい。でね、この3連戦相対的に見て、うん、申告敬遠が裏目に出るケースがたくさんあったねこれはセパ両方でですよね、両方だね、うんうんうん、だから面白いなと思ってさ、うん、やっぱこう塁を詰めるとかそうなってくるとやっぱピッチャーのプレッシャーっていうのはまた変わってくるんだろうなと思ってね。いや本当にその申告敬遠は、うん、ピッチャー
の立場と野手の立場とってまだ全然違いますよね。まあ、全然違うよね、うん、いや野手は詰めてくれた方が守りやすかったりだとかするんだけど、うん、ピッチャーはやっぱプレッシャーなんだろうね、うん、だ誰が相手だろうがいやいや詰めないで投げさせてよみたいな、ね、そういうことがあるのかも ね、 ね、うん、だからま あ、 あそういうことも含めてね、うん、まあ、またその火曜日からね、はい、新しい3連戦を期待しています、うん、はい、ね、はい。